南側から見た、港内北側から見た、港内市畑口駅は、島根県出雲市小境町にある、市畑電車北、松江線の駅である。駅番号は13、市畑地の最寄り駅である。開業当初、当駅は、出雲今市方面から、市畑地への山系鉄道を目的とした、市畑電気鉄道の中間駅であったが、1928年4月に、 北松江方面からの路線が当駅の出雲方面側に付け足されたため、両路線の接続駅となった。その後、当駅から 3.3km 北の市端駅までの区間は、1944年12月に、戦時下の鉄材教室で営業休止となり、1960年4月には、正式に廃止されている。その際、残存する線路はそのままにされたため、 現在に至るまで平坦地に存在するスイッチバック駅となっている。単式、島式ホーム2面3線を有する地上駅。かつては平日のみ駅係員が配置されていたが、2017年4月3日より無人駅となっている。両ホームは構内踏切によって接続されているが、遮断機や警報機はない。前述の配線によって電車が踏切を通過することもないため、 電車が侵入している時も通行できる。1日平均の乗降人員は以下の通り、ありがとうございます。